はいどうも佐々木です。34おめでとう10周年。10周年を記念して作られたこのシードラゴンっていうワームですね、こちらの方を使ってやっていきたいと思います。34初のハンドポワード製法、ハンドポワードっていう作り方で作ったワームみたいですね。ちょっといきなりただちょっと大きさが3インチあるんで結構ビビってますね。釣れるんかいと。起きた。よし。1投目じゃないか。これはマジ。よっしゃー。ね、いいね。いい。ちょっと外れちゃったんですけど。出ましたね。1投目でいきなり来ましたね。34のシードラゴンです。こうかな。釣れるじゃないか。どんどん行きましょう。ちなみに今夕まずめなんでちょっとの時間がないんでパパパッとやっていきたいですね。うん、当たりますね。しちゃった。ちなみに今使ってるカラーは桜っていうカラーですね。ちょっと左から右にちょっと風が吹いてて少しやりづらいですね。わあ、いるなあ。でも乗ってくれ。まあサイズは相変わらずですけどね。何ちゅうかかり方してんねこれ。ちょっと意味わからん。針じゃなくてスナップがかかってますかね。これは珍しい。はい、ちょっとカラーチェンジしてみましたね。これは USA っていうカラーですね。ちょっとパリピ的な、パリピカラー的なやつですね。こういうツートンみたいなカラーにできるのもハンドポワードの特徴という、そういう感じらしいですね。よっしゃ、いいね。あー抜けちゃった。そう、アピール力はかなり強めっていうことらしいですね。もて遊ばれてる感が半端ないですね。あ、ちょっと、あー、出ちゃった。いやー、ちょっと怖いな。あ、なんだこれ。うわー、ちょっとこれなんだ、フグかな。ちょっとボロってる。
ネバルマジかよ。なんかなんだろう、オレンジというかすごいいい色のネバルですね。また違った種類のやつなんですかね。まあすげえちっちゃいですけど嬉しいですね。サンキュー。やむを得なしですね、これは。チョキ、これでどうなるか実験ですね。よもやよもやです。穴があったら入りたい。マジそんな感じです。よっしゃ、やっぱサイズか。頼む、バレんなよ。よいしょ、OK。 サイズちっちゃくしたら一瞬で丸飲みですからね。まあこういうことっすよね。こういうことっすよ。お、ほらほら、絶対サイズっすもん。そういうことなんですよ。よいしょ、 OK。 ちっちゃいけど、これはちっちゃいですね。うん、よっしゃ、はい、皆さんお疲れ様です。今日はこの34のシードラゴンっていう10周年記念ワームですね、こちらの方を使ってアジングしたんですけど、なかなか状況が厳しくて、最終的に3インチのワームを栓詰めして使ったらちょっとポロポロ釣れたっていう感じでしたけどね。ちょっとやっぱ釣りはそんなに甘くないなっていう感じですね。本当はもっとたくさん釣って34さんおめでとうみたいな、そういう感じにしたかったんですけど、まあ、とりあえずこれからも34さんのジグヘッドとかワームとかいろいろ使ってアジング楽しんでいきたいなと思いました。とりあえず今日は暗くなってきたんでこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。さよなら。いやいやいや、だからね、粘るかい粘るかいだから